かばやまただし福光寺3年4月15日は、戦国時代の薩摩国島津市の家臣。父は、島津市所流かばやま市八大当主のかばやまよしひさ。母は、島津忠義の次女、おすみ。陽名は千代、鍋丸、通称は、太郎、助太郎。かばやまよしひさの嫡男として、誕生、天文19年に、祖父、島津忠義の果敢により元服し、 天文二十三年には、岩鶴城の戦いに参加した。工治三年、ガモ氏、菱ヒ氏との戦いにおいて、敵陣を攻め破る際に、手負いとなり、同日その傷が元で死去した。去年二十一、法名は、海和尾弓城座。島津義久が愛悼の和歌を読んでいる。 情はべり手形も人に異なるを先立ててみる穴う。世の中かひてはなかなか悲しそれとのみ筆に留めおく。人の名残は、あやなくも単なわびそたら地根を送らすたぐひ心ありよう。峰の雲裏に、塩薬園にもみなし、面影の立ちや祖父フラムタ、書き名を残すは、さすが嬉しきもは金屋は来て、武士の道吹風の誘いし花の影ならてかかる夢をも、見るよなりけりこの歌は、島津義久が、 川山正福が、工事3年の画網攻略の戦の際、ひしかりしげと世に切られ、重傷を負い国部、長浜の城にて亡くなったのを痛く悲しみ嘆きのあまり、三田の六時を歌頭にし、読んだ歌、三国名小図へより、母のお墨は、中腹の死を木に出家し、朝夕を怠らず供養の念仏を続けたという、ありがとうございます。